そろそろじゃない？もうそろそろ着くよ。なんていうとこ目指してんだったっけ？中華料理万客、万客っていうところ。うん。もうすぐ。あと200m 右。ちょっと右に入るっぽいね。これ沿いじゃないんだ。わかる？あ、この信号右かな？ここ右だっていうの。へえ。行ってみようか。この。あ、これか。キラキラ輝かしい。すごいね。キラキラ、行ってみましょう。食べ放題、飲み放題、ユニキュッパ。え？私は台湾ラーメン650円。何あれ、なんとかウオ、なんだろうあれ。すごいね、すごいじゃんこれ。生ビールセット1078円。安い。ちょっと前まで1000円しなかったっぽいな。安いよね。2品ついてたからね。いいよ。え、すごいじゃん。蚕の強火炒め。カツカレー食べてから4時間。まあそんなもんか。你拿那碗烂鸡眼面啊。你吃的可能。啊，对，定时。嗯。嗯。是。好吃。辛い？そこまで辛い。ああ、やっぱね。すごい量なの。これ見てよ、これ。これ。大きいね。うまい。一人前の量じゃないよね。うん。二人前はあるな。二人前は。なんか中ぐらいのサイズ。うん、小ではないよね。中華で。久しぶりに食べた。美味しいよね。2人であんな食べて1630円。そんなことある？すごいね。さすがにお腹パンパンだ。お腹がパンパンです。パンパンだ。すごいね。いやー、いいね。さあ、ではまた進みましょう。はい。明日はね、白馬つがい池でさ、うん、スキー場の一番上からロープウェイが伸びてるじゃん。うんうん、去年あの自然園行ったでしょ。そうだね。そうそう。で、そこがね、この3月、4月、5月とね、開放するの。開放というかロープウェイが動くの、また。うん、で、4月、5月は金、土、日だけかな。うん、ゴールデンウィークはもうちょい動くかもしれないんだけど、うん、で、それがバックカントリーとか、うん、あとは上でスノーシューしたり、うん、まあ雪がだいぶ残ってるから上の方は。ああ、そうだね。そうそう。だからそういう用で開放してくれるの。で、多分みんなは、それ降りて向こうの山の方に多分バックカントリーに行くんだと思うんだけど、うん、俺らそれ怖いから、うん、ちょっと上でスノーシューしたりさ、な、自然の方行けるみたいだから。あ、そうなんだ。うん、そこら辺ちょっと行ってさ、遊んでみたいなと思って、うんうん、スキーしてもいいんだ。
だけど、うん、まあもう4月だからね、雪はそんなに良くないから、まあそうだろうね、うん、で5月まではスノーシュー楽しめるからさ、うん、いいでしょ、いいね、うん、おー、あぶねー、白馬にも何しかいるの、鹿いるんだね、初めて見たね、鹿がいるんだ、なんかあっちのさ八ヶ岳とかさ、あっちのなんだか柵の方、うん、立科とかが多いイメージだったけど、そうだよね、白馬にもいるんだ、あれなんか前見た鹿の分布図にここ入ってなかった気がする、そうだよね、上の方はね、うん、気をつけないと、さあもうそこら辺だって 3,400m って出てたけど今看板があったね、あったあれか、混んでるな、混んでるね、道の駅が混んでるから移動です。おはようございます、天気いいね、うん、よし、では津賀池に向かいます、はい、10度だって、あったかいね、あったかい、日中は上の方も見えてるね、山はすごいよ、雪が、うん、まだだってスキー場もやってるからね、そうそう、スキーしてるもんね、あ、本当？上の方してたよ、そこの、あ、でも右側のゲレンデはもう終わってるね、明日ダメだね、うん、もうそろそろって感じだね、でゴールデンウィークまでやるんじゃない、上の方は、うさぎ平とかね、上だけだったらやるかもね、うん、スキーはいいかな、やりたいけどな、すげえ悩むところ、シャバシャバだろうね、雪はもう、まあ、スキーはいいか、うん、今日はちょっと歩いて白馬で新しいお店探してもして、うん、あるでしょ、いろいろあるでしょう、もう空いてるんじゃない、お店とかも、ね、多分ね、うん、だから今休みかもね、4月、あ、4月からこのゴールデンウィークまでとさ、うん、紅葉が終わって冬の前の12月の20日ぐらいまで、うん、結構休みになるとこが多いからね、そうだね、うん、今日は日本海側天気良さそうだね、ああこのままなんか白馬で遊んだ後さ、日本海側に抜けようかな、富山の方行ってみる、天気いいし、ああそうだ ね、 ね、いいんじゃない、天気いいもんね、久しぶりに、うん、長野がまだ桜がまだだからさ、うん、今年遅くて、そうだね、富山の方行けば咲いてるかも、津賀池のロープウェイこの時期に乗るには、うん、登山届を出さないとダメみたいで、うん、やっぱりみんなバックカントリーに行くじゃん、うんうん、だから危ないからだと思うんだけど、うん、あとスキー場のエリアのエリア管轄外になるからさ、そう、それをその登山届を書いて見せないと多分ロープウェイの券が買えないのかな、うん、でネットで多分できるからちょっとそれを先にやっていきましょう、はい、すごいよ山、わーすごい ね、 ね、結構綺麗に見えてるね、見えてるこっち、すげー、結構高差は飛んでるね、ねえ、こんだけ高差が飛んでたらさ、多分スキーも板走らないだろうね、もう止まっちゃって、ね、そうそう、あれだから雨が降った方がいいかもね、だからどうだろう、多分第一というかのゴンドラの横は500円とか1000円でしょう、多分ね、あっちの第二に止めないとダメだね、うん、小型 1?ここね、うん、お金取るって書いてある、書いてないね、ちょっと見てみる、うん、あ、平日無料だって、やった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 、やったやった、特定日じゃないんだ今日、もう4月だからね、よかったやったじゃん、さあ準備したら出発です、天気いいな、行きますか、暑くないのおかしいよ格好が俺と全然違うもん、これだね、ゴンドラロープウェイ往復3380円1人、やっぱり登山届が必要だね、はい、OK、 あ、スケジュールはこれだ、3月は全部で4月は金土日で、ゴールデンウィークは全部だね、なんかさ、うん、ここが人気って出てたよ、あ、ここね、スキーの後にこう
ご飯の前にさ焼き鳥とかがあって結構にぎわってます。あったと焼き鳥、津賀の鳥、津賀の鳥、うん、にぎわってますって出てた。これだね、帰りもいるからなくさないようにしないと ね、 そうだね。スキーじゃないと身軽だね。あ、やっぱほら降りてこれるんじゃない、ここ動いてるもん、うん、まだ中間駅だからね、あと15分乗るって。天気と気持ちいいね。ねえ、最高にいいお天気じゃん。ねえ、ロープウェイはどっちだ？あ、あれか、30分ごとって言ってたかな、ね、ここからスキー場境界、上はどんなのかな、ね、あったかい。次は11時かなって言ってたよね。なんかここにさ雪の回廊ができてんだよな。そうそう、この先50m、 どっちだ、あそこが入り口かな多分。帰り歩くか、もうあと5分で出ちゃうからさ、うん、あ、ここだ。結構歩きづらい、スノーシューあった方が楽かも。これははまるしね。ああ、間に合った。はい、こんにちは。管理区域外での仕事は全て個人の責任となり、最
ですよね。また天候が不安定にされています。なのでトランプ天候の急変などを十分確認し、ルートが分からないところへは行かないでください。到着。お、すごい。どこから来た？おー、あら。標高1829メーター。うん、結構高いね。ね、行ってみましょう。自然園の入り口まで行ってみようか、とりあえずね。ああ、チェックだね、ビーコンの、うん、へえ。うわ、もうすごい山が見えてきた。山の斜面にさ、びっしり黄砂とさ、あれは花粉かな？花粉じゃない？ね、すごいね見えるもんね。こう見ちゃうとなんかもう鼻がムズムズしてきちゃうね。本当？余計あれは、あースキー抜いた滑らなそうだなって心配になっちゃう。なんかもう、あー鼻炎きたみたいないやしかしめちゃくちゃ気持ちいいね。ねー、人も少ないしさ。少ないんだね、ね、歩く人。まあ金曜日だから。あ、まあね、あったかいし。あったかい、すげー絶景独り占めって感じだもん、うん、へえ。滑ってるじゃん。あそこにもいるね、人ね。いっぱい歩いたり滑ったりしてる、ね、すごいね。そういうことで、だからこれ俺らもスノーシューでここ入ってっていいんだよね、この森の方にね。そうだと思う。ね。春来るとまたすごいね、ここ。へえ。すごいじゃん、ほんと。何これ。へえ。家の半分ぐらい埋もれちゃってるじゃん。本当に。ここまではなんか除雪というか圧雪してるね、うん、こっから何もないからスノーシュー履いてこうか。そうだね。あんな風に出てくんだね、雲って。変なの。ああ、スノーシュー歩きやすいじゃん、だいぶ。そうそう。受付ね。おお。結構沈むね。よかった、持ってきといて。うん。あ、すごいじゃん。あ、スキーさっきの人だ。戻ってきた。いいね、スキー。すごいね。
けてます。結構積もってるね。4メーターぐらいあるんじゃない、すごいぞ。これが積雪ってことだもんね。そうだよね。わあ。来ました来ました。うわいいね。あ、下も来た。スノーボードだ。あ、いっぱい来た。いいな、めちゃくちゃ気持ちいいだろうな、これすげえいいな。雪がさ、氷だね、すんごい水分。これ登ったところでお昼にしようか。わあ、すげえ気持ちいいね。でもさ、あそこ見てよ、クラック入ってるじゃん、山のところ。なだれそうじゃん。もう大丈夫かな。もう大丈夫じゃないか。うん、休憩かな。なんとなく木の横に座って。あ、そうしよう山が曇ってきちゃったね。うん、でもまだ見えた。うん、この辺でいい。見て、虫すごいね。潜ってるじゃん、雪の中に潜ってるね。あれれ、逃げてった。走りは冷たいけどさ。うん、でも染みてこないからいいじゃん。うん、湯にしましょう。あ、飲み物はあるよ。ある。なんか染みてきてる感じがするぐらい冷たいね。無料でもなく、ファミマルのお茶2月末までだったから、もう1ヶ月半ぐらい置いてあるじゃん。いただきます。あ、うまい。ここはマグロ、ミックスベリー香るルイボス。うん、アフタヌーンティーに監修。美味しいな、これ。めちゃくちゃうまい。どうぞ。うん。さあ、くるみやまびこアウトレット。くるみやまびこ、ほんと山にちょうどいいね。高カロリーだからね。うん、あ、美味しいね、これ。お茶。うん。合うな、このやまびこと。おいしい。いいね。うん。暑いからな、今日。半袖でもさ、暑いぐらいだもん。泊まってても寒くないんだもん。寒くない。ね。風が全くない。Thank you.
晴れたね。倒れてすごいねこれ。へえ。ういどこ？一番てっぺんのさ、ちょっと下にてんてんて2つあるんだけど、うん、あれ人なのすごいね。もうちょっとでいい。ほんとだね。そしたら10分で滑り降りてくんだろうな。そうそう、10分かかんないよね多分、うん、へえ。もうちょっと下にも2人いるの。すごいね。ここぐらいまでかな。そうだね。じゃあゆっくり戻っていこうか。ねえ、本当に名残惜しい ね。もう帰ってきちゃったもん。どうしよう。到着。お、下は天気悪いかもな。曇ってきたかな。いいなぁ。スノーシュー兼スキーやればいいね。ああやってさ、ここはダラダラだからさ、みんなストック持っていくんだね。へえ。スキー場まで行けるんじゃないこれ、もしかしたらね。ね。ああ、スキー持ってきたらよかったね俺らも。すごいよ、日本全国のロープウェイだって。へえ、いろいろあるね。立山のロープウェイに菅池、八海山、竜王、北八つ、中央アルプス、ここは駒ヶ岳。入ります。下に。いや楽しかったな。すごかったね。はい、あら全然困らないみたい。どっち側に座ろうかな。あら、まあ空いてます。そうだろうね。
しかった。ありがとうございます。あ、ほら見て、すごいよ。秋ね。秋。あ、そうか、来たのさ、今年紅葉が遅くてさ。わー、綺麗だね。でも夏もいいじゃん。雪の回廊だって。ちょっと歩いていこうか。そうだね。おお、すごい。結構深いね。高いね、下。お、開いたかな、ここ。あ、開いてるじゃん。あ、足湯だ。よし、では行きます。吹きの塔じゃない？あ、絶対そうだ、吹きの塔だ。あー、これも撮りたいな。撮っていいとこがでも分かんないよね。分からないね、地元じゃないとね。さあ、では三八食堂行きます。三八商店。三八商店か、うん、三八だったっけ。三八だったよね。三八だと思うんだけど。さあ、いつものところ。真正面はまた晴れた。本当だ、すごい。今から行くところはガレットが有名なんでしょ。ガレットもあるけど、あと定食もあるんだよね。でもそうみたい ね。だからいろんなメニューが楽しめる。すぐそこで 130m で右、あれか。そうそうそう、奥のね、あるね、おしゃれな建物のお店。はい、間に合った。間に合った。はい、すごいじゃん。いいね。今日は三八商店さんにやっと来れました。本日の定食がもう終わっちゃってたから、今日はグリル、チキングリル定食1200円と、ちょっとソーセージのガレット1500円です。チーズ乗ってるし、うん、野菜も美味しそう。パセリ乗ってるの。パセリとインゲンかな。あ、美味しそう。すっごい香ばしいの、この皮が。うまいね。私のも来た。
け合わせもすごい美味しそうだよ。いや、すごい眺めです。いいね。あー、美味しかったね。美味しかった。ガレットめちゃくちゃうまかったね。え、久しぶりに食べた。こちらのチキンもすごい美味しかったね。よし、ではお腹もいっぱいになったんで食後のコーヒーだね。カフェでも行く？そうだね、うん、なんか美味しそうなね、コーヒー屋さん見つけたの。前ね、あのマリオットに泊まったじゃん、うん、その時にさ、その斜め向かいにコーヒー屋さんがあったんだけど、うん、それがなんかね、めちゃくちゃ人気なんだよね。うーん、すごい美味しいらしい。そうなんだ、うん、で3時までだからちょっと間に合うかわかんないんだけど、うん、ちょっと行くだけ行ってみようと思って。こだわりのコーヒー屋さんっぽいよ。あ、そうなんだ、うん、へー、楽しみだ ね。そこもいいけどな、白馬焙煎コーヒーだっけ。焙煎工房。工房か。これ右か。うん、違う。まっすぐか、うん。ジャンプ台やってるかな、やってないかな。あ、前教えてもらったじゃん。ジャンプ見れますって言って。うん、見たいけどな。やってないか。平日はやってないのかな、あんまり。うん、しかしたらね。お、日替わりランチ。まだまだあるね。まだあるよ。お店。いっぱいあるよね、うん。間に合わなかったら、いつものここのどこかで。うん、あー、でもなんかもうシーズンオフの雰囲気が出てるね。本当？うん。あー、まあそうか、人がいつも溢れてるもんね。もう静かな白馬に戻りつつあります。本当だね。右だよね、うん、マリオットの方だよね。そうだね、右です。ナビだとさ、ランドアバウトをさ逆走して右ってなってんだけど。本当？危ないね。外国でやるとちゃんとナビするけどね。なんか間違えてますよみたいな。で、もう一つ向こうを左だって。そうそう、うん、あれ、テント張ったあるキャンプ場かな。それだよね、多分。そうそう。どう？どうでしょう。入っていいのかな。入っていいみたい。チャイができました。いただきます。いい匂い。めちゃくちゃ安い。420円だったかな。あー、うまい。うわ、美味しそう。なにこれ、すごいじゃん。なんかすごいミルクがふわふわっぽい。めちゃくちゃうまいよ、チャイ。美味しい。めちゃくちゃ美味しそうだもん。美味しい。好きだと思う。飲んでみて。美味しい。いただきます。わー、美味しい。うわ、うまいね。うわ、めちゃくちゃうまいね、コーヒー。美味しい。わー、チャイも美味しい。だって400円ちょっとだったよ。うん、そうそう。コップ持ってきたら50円引きだよ。
300円ちょっとでさ、こんな美味しいの飲めていいの？え、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいね。うん、気持ちいいし、中も3席ぐらいあったしね。置いてる本が抜群にね、面白そうなのがいっぱいあったよ。うん、荒野へとかさ、うん、地雷を踏んだらさようならとかさ。いや、美味しかった。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。最高だね、ここのコーヒー屋さん。いやー、また来ちゃうな、ね、美味しかったな。だからコップ持ってったらいいんだもん、うん、そしたら2人で700円とかだもん、ね、めちゃくちゃ安いよね。安い。ちょっとしたとこの一杯分じゃん。うん、いや本当にそうだね。でそれでさ、まあ300円とかのとこも時々あるじゃん、うん、あるんだけど、ボタン押すやつとかさ、そうそうそう、ね、ジーってやつじゃん、普通その値段だと。全自動のね、ここ全部グラム測ってなんかさ、うん、すごい手間かけて入れてくれてたじゃん、うん、だからだって人混んでないけど5分ぐらい待ったでしょ。うん、いやすごいぞここ、こだわりのコーヒーが飲めますね。え、豆もねいっぱいあったし、あったね、種類が、うん、種類を選べる。よし、では白馬なんでちょっとショッピングして帰ります。はい、ショッピング。パタゴニア、ノースフェイス、ラッピー、ロッピー、ラッピーだっけ、あそこ。いろいろあるよね。いろいろある。あとね、なんか、結構昔ながらのスポーツ用品店みたいなのが駅前に結構あるんだけどさ、うんうんうん、今朝見てたら、シーズンオフだからさ、セール、セールって出てたから、いろいろあるかもしれない。いいね、ここも作ってるね、大きいの。ほんとだ。全部立ち券じゃないな。トミケンじゃなかった、トミケンか、立ち行けトミケンだった気がする。トミケンだったかも。